牛皿などの通常メニューに加えてお酒やこのように牛肉以外のメニューを充実させることで軽く飲みたいちょい飲みのニーズに応えていくということです吉野美はこれまで一部店舗で実験的に行っていましたが20日から154店舗に増やし本格的にサービスを開始しました吉野美は店舗の2階部分を活用し夕方5時半から行っているサービスで ビールや日本酒に加え、焼酎や梅酒、牛肉以外にメンチカツやフライドポテトなども提供します。吉野家は吉野美の店舗を順次増やし、6月末頃までには360店舗を目指すとしています。